アンコールがまた公演によってちょっとぐちゃぐちゃしてまして、福岡だけ何があったんですか？そうなんですよ、福岡だけ。はい、特別なね、セットリです。1LDK の弾き語りがありました。はい、これはどういう文脈でこの 1LDK の弾き語りをやることになったのかな？そうね、最後のその、金字塔が終わった後に MC になって、なんか謝罪っていうか、30分遅れてごめんねみたいな話になって、で、なんか代わりと言ってはなんだけど、ちょっと歌おうかと思いますみたいな。で、何がいいかなって思ったけど、1LDK にしますみたいな感じだった気がする。で、この弾き語りも、ちょっと私、種類が分かんないんだけど、あの、弾き語りでは使わないやつ。アコギじゃなかったってことだよね。そうそれで歌ってて、なんかね、ほぼほぼアカペラみたいな感じ。じゃあなんかそのめっちゃスローテンポとかいうわけじゃなくてってことだね。あ、いつものスタンダードの速さでやってて、レオちゃんだけ立っとって、他の演者の皆さんも座って聞いて、スポットライトが当たっとってレオちゃんだけに、はい、それでもアカペラぐらいな感じで歌いよったけん、ここでも思ったよね、歌唱力上がったなみたいな。ああ、いやいやいや、そうだよね、そうだよね。うん。もろに出るもんな、そんなもん。うん。いや、いいね。そう、もう、それはね、贅沢。ってか、ライブ自体がそもそも贅沢な時間なんだけど、はい、この先もないなって思えるぐらい、今回だけかもなって思った。いや、この感じは。めちゃめちゃレアだよ、それ。いいね。そう。ライブはなんかそのなんていうの、本当その時だけのなんか流れがあるじゃん、文脈が。その例えば 1LDK の弾き語りをさ、全公演で瀬戸りに組まれてたらもう話が全然違うじゃん。その場でお詫びの気持ちみたいな、そのリアルの気持ちも入った弾き語りのプレゼントじゃん。なんかいいね、ライブって心の交流だなって思うわ。いや、そうなんよ、ありがとうございますって。いや、いいわ。もうさ、なんか地方からさ、地方の民からしてしたらね、ライブが決まって地方に来ることだけで、そうだね、もうファンさなんよ、マジで。そうだね。すごい盲目的な発言にはなるけど、もうそれだけでファンさなのに、もう本当に胸がいっぱい、本当に福岡公演マジで胸がいっぱい。めちゃめちゃ面白いんだけど。で、最後に今回 の第6巻のミニアルバムの中に入っているボーイで、この劇場アラートの最後も締めくくられまして、はいはい、なんかちょっと結構私ボーイ好きなんですよ。うん。これは深読みね、深読みタイムね。深読みタイムなんですけど、瀬戸りの組み方としてセキララを一番最後に持ってくることもできたと思うのよ。その別な人のね、あの動画の時に言ったんだけどさ、暗いのよ、ちょっと、ちょっと暗いのね。その暗いのをあの締めに持ってくる、あのレオルのその選曲渋いなっていうのがめきで。いや、でもそのなんかそこに暗さを持ってくるのがレオちゃんだよねっていうのは、そうなんだ、わかるわかる。だって今までリリースされた曲を通してだけど、結構暗いぜ。あのレオちゃん、結構人間だぜ。そう人間なんだよね。ちゃんと人間だぜ。前も出したけど、あの平面鏡とかね、ああいう、なんかその、そうちゃんとぐちゃぐちゃしてて好き。そう、めっちゃパワーワード。ちゃんとぐちゃぐちゃしてて好き。リリースされた時期とかもあるけど、まあ、なんか全部それ全部総括して全部思って聞いても、いや結構ぐちゃぐちゃやけどなと。そうだから好きなんよ。だからね、劇場アラートをこう私たちなりに噛み砕いた言葉がちゃんとぐちゃぐちゃしてるっていう。いや本当そう、ちゃんとぐちゃぐちゃしてる。まあこれもね、我々の劇場アラートですから。はい、はい、まとまりました。むちゃくちゃ無理やりまとめたけど。はい、今日ちょっと喋ってみてどうでしたか？ちょっとちゃんとぐちゃぐちゃの後に何をかって感じなんだけど。いやマジな。でもこれでも喋れた気がします。ああよかった。そう、やっぱ人と話すって大事。まあ私も
あれなんだよね、ツイッターってさツイートで完結しちゃうじゃん、いつツイートで、ね、うんうん、以上以上以上みたいなのが乱立してるだけだから、その人とめちゃくちゃ深く喋ろうと思ったらなんかリプライ合戦になっちゃって大変なんだけど、うん、まあ、こんだけがっつり喋れるのはた私としても大変貴重な体験でした。もう本当にね、もうありがたいでございます。めちゃくちゃ今ね、あれだよ、今 HP ほんとね10ぐらいだからね。そう、今もう疲れてるもん。そう、瀕死だからね。まあ来週はまた今回の裏話、収録裏話のまあラジオ配信するので、そちらもよろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ今日はねこの辺で以上にしたいと思います。はい、それでは今日はリコリさんと、レオルワンマンライブについておしゃべりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。